トジラミという虫をご存知だろうか。体長約5ミリメートルあり、カメムシの仲間で人間の血を主食としている。世界各地で発見されているが、特に韓国で急増しており、政府が駆除対策に乗り出すほど社会問題に発展している。そんなトコジラミは日本でも発見されており、耐久力や繁殖が凄まじいことから完全に駆除することは不可能と言われている。あなたの家にも密かに繁殖し続けているかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。タボでーす。ノリさんが入って初の都市伝説じゃないですか。確かにそうだ。やってないな、ね、一番の都市伝説は俺が初めてなのに正義がいないっていう忙しいということうん、そうですね、正義さんは今日休みということで、はいはい、この4人でやっていきたいと思うんですけど、今日はね、そんなノリさんにぴったりの都市伝説を持ってきました。トコジラミです。どこがや、虫みたいなもんだろ、お前。誰が知ってます、トコジラミって。いや、聞いたことないね。まあ、虫なんですね。まあ、名前的に虫だろうね。トコジラミは体長5ミリメートルぐらいで、カメムシの仲間なんですよね。へー、普通に目に見えるサイズなんですよ。日本では一時期ね、絶滅まで行ったんですよ。へー、はいはい、そうなんだけど、ここ最近また復活してきている。え、そんなことあるんですか。トコジラミが今もう増えすぎて、日本だけではなく世界中で社会問題発展してるんですよ。へー、そんなに社会問題になりすぎて、政府が駆除対策に乗り出しているほどヤバい状況なんですよ。国を動かすほどの緊急事態じゃん。どんな害を与えるんですか。まず刺されるとめちゃくちゃ痒いんですよ。夜だから起きるんですよね、痒すぎて、うん、でなんか痒いな、もう全然寝れないなと思って、こう布団をパッてめくるじゃん、トコジラミ。うわマジで、うわ鳥肌やばいよ。気持ち悪い。もうゾッとするでしょ、想像しただけで。なんで寝れてた逆に。これもね、いろいろ原因があるんですよね。うん、なんで気づかなかったのとか、そういう原因もちゃんとある。うわ、あるんだ。そんなめちゃくちゃ恐ろしいトコジラミの詳細について詳しく話していきたいと思います。はい、トコジラミは南京虫という別名もあるが、カメムシの仲間である。カメムシほどの強烈な匂いを放つわけではないが、潰すと独特の匂いがする少し不思議な虫である。トコジラミは明るい場所が苦手で、昼間はベッド、壁、床などの室内に隠れている。だからこう寝るときは気づかないんですよ。あ、なるほどね。出てこないんだ。出てこないからやっぱ昼間は。そう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 、まあ、株のホストみたいな。そうだな、昼はちょっと隠れながら、ちょっと夜一番出てくるだからもう深夜とかにもうのそ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 のね、うん、忍び寄ってくるというね。怖っ。怖いでしょ。続いてトコジラミの歴史について詳しく話していきたいと思います。はい、もともとは日本に分布しておらず、1800年半ば頃に持ち込まれたが、1970年代には強力殺虫剤の普及などにより一時は日本国内から全滅寸前まで駆除することに成功した。しかし2004年頃から外国人観光客の荷物などに付着し、ホテルに持ち込まれ再び見られるようになり、2010年頃には一般の住宅でもトコジラミが発見されるようになった。わほほい。関さん、今日もお越しいただいてありがとうございます。怖いね。いや、なんも、うわぁ、せぇじゃねえよ。外国人観光客の荷物についてたトコジラミがホテルとかにこうピュンって移動して、そこに泊まった日本人の荷物とかにピュンってこうくっついて、うん、家に帰りますよね、この人で。家でまたこう広がっていくっていう。どの家にいてもおかしくないね、見てる人も。本当にそうなんです。多分まだね、見たことない人多いと思うんですよ、トコジラミ。うん、マジで甘く見ない方がいい、これ。今ほんと急上昇中だから。俺結構甘く見てます今、うん、でしょ。うん、そういう人に来るからね。それなの、それはもうお前適当だろ。そんなことないだろ。そんな人にじゃねえ。なんで感情ベースで。いや、かんで。トコジラミ殺虫剤出てる時点でもうあれだね、社会問題にもなってる。そういうことなんです。わざわざそんな強力な殺虫剤作ってるからね。うそ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 う。だからそれでいけたのよ、80年代、うん、そうなんですけど、2010年代とかに殺虫剤に対応しきったやつが登場した。いやだなぁ、テラフォーマーズみたいな。いや、本当にそういうノリなんですよ。怖っ。すごい。気になるでしょ、トコジラミの見た目。いや、そう、見た目が気になるね。俺全然まだ舐めてるから。というわけでトコジラミの画像ありますので、はいはい、それがこちらです。
これです。うわ、やばくない？でかでかいな。クモとゴキブリ融合してみたいになってる。普通に見たらわかるやん。これ断じりしてる？断じりしてねえよお前。こういう触覚なだけでお前こういう断じりしてるわけじゃねえよ。そんなこと言ったら全昆虫断じりしてることになる。食べ物とかに入ってそう。だからありえるよね。あ、全然ありえる。コーヒー豆みたいな冷凍食品の中とかね。うわうわ、さすがにでも冷凍ならいるんじゃないって思うじゃないですか、うん。こいつの厄介なところはね、耐久力の半端なさなんですよね。あ、そうなんや。ということで、トコジラミの耐久力の凄さ、これについて詳しく話していきます。はい。トコジラミは基本的にはあったかいところが好きなのよ。そうなんだけど、寒い場所でも全然生きれるということで、例えば、0度の状況でも6ヶ月生きることができる。6ヶ月、半年生きれます。まあだから、冬とかでも全然家の中で過ごすことできますよね。それこそもう今の時期なんてもう一番活発なんじゃない。あー、もう、だってもう暖かいじゃないですか。そうだよね、うん、そうだね。で、こっからずっと暖かいでしょ。うん。で、最近なんか冬もちょっと暖かくなってきてる。去年の冬とか俺あんまり暖房に頼らなかったみたいな感じあるから、はい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 、どん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 暖かくなってきて、あいつらの暮らしやすさがちょっと増えちゃってる。うん、だから日本だともう余裕で生きれるんじゃない。で、一番流行ってるのは韓国でしょ。うん、めっちゃ近いじゃん。めちゃくちゃ近いです、うん、すぐ来れるやん。すぐ来れる。てかもういるんでしょ。います。やば、もうどん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 今増えてますから。うわ。で、このトコジラミの恐ろしい点が、うん、3ヶ月飯食わなくても生きれます。うわ、こいつの飯はあるんですか。人間の血です。うわ、あ、吸うの。吸います。ほんじゃあもうマジで無理じゃん、人間が対抗するには、うん、だってずっと血吸われて生きられて、うん、別に何も食わなくても3ヶ月できるでしょ。そう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 、やばいな。共存してるだけでも無理だね。うん。そして俺がね、もうめちゃめちゃゾッとした話があって、ゴキブリっているじゃないですか。はい、うん、いねえわ。いるだろうが。奇跡の人間か。あれを見たことないなんて。北海道以外で奇跡すぎるんだよ。お前お金も育ちだろ。見たことあんだろ、ゴキブリぐらい。絶対いる。俺の部屋の座椅子があるんですけど、はいはい、背もたれにいたわ。やば気持ち悪い。一番ゾッとした。気持ち悪い。お前なんかクレーのあるな。お前気持ち悪い。俺が気持ち悪いよ。言い過ぎだ。お前編集してた時ここに落ちてきたことあるもんね。あ、そうそうそう。うわ、マジ編集してて上にエアコンあったのね、うん、エアコンからさ、ピューって落ちてきて、こうキーボードやった。うわ、これもう、あのドッキリのおもちゃにこうやるやつだ。そうそうそうだな。ゴキブリの怖い話。トコジラミ一番ゾッとしたトコジラミの話。ゴキブリが生涯卵何個産むか知ってます？一匹でしょ。一匹がどんだけ産むか。そうだよ。あ、一匹か。合計じゃなくて一匹か。一匹が生涯何匹産むかってこと。あ、それこそ100万。全然そんな多くないです。15個から25個。少ねえな、意外と。うん、そう、意外とそんなもんだ。うん、でもゴキブリってめちゃめちゃ繁殖能力エグいイメージあるじゃないですか。そうだ、ね、そうだな。つまり生涯15から20ってだけでもかなりでかい数字なんですよ。一方トコジラミ、はい、生涯何個産むか。600個です。うわ、つまりあの小さいやつが600産んで600産んで。そう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 。いや、わかる。うわ、いやもうなんか駆除無理じゃん。そう、だから追いつかないです、正直。いや、そりゃそうだよね。一匹でも残しちゃったらどんどんね。そう、どんどん増えていくし、なおかつ耐久力も半端ない。飯食わなくても3ヶ月生きていける、うん、こんなんもう無理なんですよ。こんなん完全に倒すことね。一匹でも家にいたらもうアウトじゃね。いや、マジでアウト。やばいよね。絶望的です、これ。さっきトコジラミに噛まれたら激しい痒みに襲われて眠れなくなるみたいな話をちょっとしたと思うんですけど、はい、トコジラミに噛まれても数時間はね気づけないんですよ。そして刺されたところは赤くなって、ひどい時は水腫れみたいな感じでもうブワーってここら辺が赤くなってしまう。それは水腫れでこうブワーってなるじゃん、うん、これ何百匹にも刺されてるってこと。
それも考えられるし、うん、アレルギーというか、あ、そうそう、合わない人はとことんとんでもないことになっちゃうというか、うわ、なるほどね。それでまあ書きすぎて皮膚障害を引き起こすケースも多々あります、うんうん、あるよね。だから蚊のレベルの痒さじゃないってことですか。そういうことです。あ、そうそうそう、もう寝れないぐらい、だからもう無意識にこうかきむしっちゃうというか、実際に刺されたらどうなってしまうのかっていう画像があります、はい、うわうわ見たくねー。それがこちらです。うわー、やっば、思ってたやつちゃうわ。蚊のちょっとすごいバージョンなんじゃないかな、うん、って思ってたと思うんだけど、こんな真っ赤になってしまう。絶対この数で吸ってる、点々点でね、うわ、満ちしてるからね、何百匹でそこに、うわうわうわ。最後になるんですけど、はい、まあ、このトコジラミが原因であるファッションブランドが大炎上したことがあるんです。そのファッションブランドがシーイン、シーインか、安く服を買える通販のサイトみたいな、はい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 、なんでそこがそんなに炎上するんですか。ある X ユーザーがシーンで服を買ったんですよ。ダンボールでね、自宅に服が届くわけです、はいはいはい、ダンボール開封します、服見ます、トコジラミついてた、うわ、あー、そっかそっか、これが韓国で大問題になったんですよ。で X にバー投稿して、はい、そしたらそのリプランで、うん、私もです、私もです、私もですって言って、もう服にトコジラミついてるケースが韓国中でバー起きてて、それは大問題だわ、国中大パニック。どんだけ気にしてて気使っててもさ、外部から段ボール送られてきちゃうのどうしようもないもん。どうしようもないですね。これ普段から気にしてる人がしたらブチ切れですね。そうだね。じゃあそのブランドの方々って言ってみたらもうみんなが本当にポピュラーに着るものでしょ、うん、めちゃくちゃ有名で、うんうん、そうだね、日本でいうところにユニクロとか、あー、GU みたいな、そんぐらいポピュラーなところのものがそんな感じだったみたいな、そういうことなんですよ、うん、だからこれね、つい最近日本でも、うん、もうショーツとかでバズってたね。へぇ、そうなん、そういう問題が韓国で起きて、日本でもシーン頼んでみて開封したらついているのかみたいな、こういう動画を上げる人がすごい多かったね。へぇ、そうそうそう、シーンっていうのはケイティ・ペリーとかそういう海外の有名なインフルエンサーたちを起用してめちゃくちゃ有名な企業にまで上り詰めていったんだけど、うん、もうこの一件でもうだいぶ信頼を落としたらしい。うん、怖いよね。本当に我々も服買うときとか結構マジちゃんと見ないと、うん、いや、やばい、本当にいる可能性あると思うでしょ、うん、特にこう海外通販サイトとかはやばいね。今だって韓国のものとか流行ってるわけじゃん、うん、化粧品、化粧品、うん、結構安いものがね、そうそうそう、あったりとか、韓国から買ったら特に気をつけないとやばい。韓国を気をつけなきゃいけないっていうのはもちろんそうなんだけど、うん、韓国以外安全かって言ったら決してそんなことはないから、あ、もうだって全世界に行っちゃってるわけ、ね、そうそうそう、もう全世界いるから。だから対策として宅配物来たら風呂で開けた方がいい。風呂で開けてもしいたら熱湯かけてください、トコジラミ。はあ、うん、熱湯には弱いです。この都市伝説をね、今聞いているあなたはね、トコジラミを見ている人少ないと思う。だけどこの動画が公開されて3ヶ月後半年後とかになって、トコの言ってたことは本当だったんだってなる可能性は全然ありえるわけです。ありえるよ。確かに確かに。ということで今回の都市伝説少しでも面白いなと思った人はチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー、バイビー。